今回ですね、LINE のオープンチャットが削除されてしまった件についてお話をしていこうかと思うんですけども、これを聞いてる方の中でも、私の LINE のオープンチャットのコミュニティに参加してた方もいらっしゃるかもしれないんですが、結論から言うと消されてしまったんですね。自分から消したわけではなくて、運営から何らかの理由で消されてしまったということで、その理由についてはね、わかってないんですけども、こちらの LINE の 安心安全ガイドの方ね一応確認してみてどんなねルールがあったのかっていうね改めて確認してみたんですけども特にねこれに触れるような投稿っていうのはしてなかったんじゃないかなと思います、まあ、インターネットビジネスっていうねタイトルでコミュニティの名前は付けていたんですけどもチャット自体はね別にそれと関係ないようなことばっかり投稿してたりとかそこでね何かを売ったりとかってもしてなかったので そこまで問題はなかったんじゃないかなと思うんですけども、いろいろ調べてみた結果、まあ、そのコミュニティがね、消えてしまう理由っていうのは、自分で消すかとか、あとまあ運営から消されてしまうとか、あとまあ誰かの通報によって消されてしまうとうね、えそういった方法があるらしいんですけども、まあ、今回ですね、オープンチャットね、消されてしまったということで、私的にはですね、LINE アットとか、LINE の 通常のアカウントよりも、オープンチャットってやっぱり消されてしまいやすいね、リスクってあるなとえ、今回のことで感じました。まあ今回の場合はまあしょうがないなという感じだったんですけども、まあ、今後ですね、これからオープンチャットをね、作って、コミュニティをどんどんね、広げていきたいと考えている人は、ちょっとしたことでね、例えば参加者の誰かが通報して、いきなりね、消されてしまうとか、そういったね、リスクも考えられるので、 もしね、今後コミュニティの活動をね、されていく方は少しね、気をつけながら使っていった方がいいんじゃないかなと思います。というわけで、私の方でですね、オープンチャットの方をもう一度作って、改めて運営していきたいと思いますので、新しいコミュニティに関してはこの動画の概要欄に載せましたので、そちらから参加したい方は参加していただければと思います。というわけで、今後もね、こういったインターネットビジネスに役立つ情報なんかもどんどんね、配信していきたいと思いますので、ぜひこの動画の概要欄から LINE の登録とこの動画のチャンネル登録もお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょう最後までご清聴していただきありがとうございました